はい、どうも石原です。 iPhone 12に関して最新のリーク情報はいくつか動画で解説していますが、最近話題の iPhone 12に同梱されるイヤホンについて賑わっているようなので、僕もリサーチさせてもらって皆さんと共有したいと思います。 iPhone 12に果たして AirPods Pro が同梱されるのか、また AirPods か従来のイヤホンであるイヤーポッズかを選択できるのかなどなど、面白いリーク情報がありますので、実際に iPhone の同梱されてきたイヤホンの歴史をサクッと振り返りながら、それらの信憑性について僕の視点も交えて解説していきたいと思います。 iPhone 12の発売を楽しみにされている方、もしくは iPhone 関連のちょっとした情報通にもなれるような内容になっていますので、ぜひ最後までご視聴ください。そしてこのチャンネルでは Apple 製品などのリーク情報やガジェットレビューなど動画を定期的にアップしてますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またこのようにすでにたくさん動画もアップしてますので、ぜひ過去の動画もチェックしてください。はい、では本題です。 TF インターナショナル証券に籍を置く Apple のアナリストであるミンチー・クオ氏は、 iPhone 12にはイヤーポッズが同梱されない初めてのモデルとなると伝えています。そこでまず最初にサクッと iPhone に同梱または付属されてきたイヤホンの歴史を見てみましょう。 iPhone に同梱された初めてのイヤホンは iPhone3GS、 当時音楽業界を席巻しつつあった iPod に付属されていたイヤホンと同等のものでしたので、同梱品のイヤホンとしてはかなり音質も良かったという歴史があります。そして iPhone5 の発売と同時に第4世代の Apple のイヤホンと言われるイヤーポッズが登場しました。このイヤーポッズとなってから、その優秀すぎるデザインや音質に加えて、耳の奥により入り込むような形へと進化したことで、ぐんと iPhone に同梱されたイヤホンは使えるという高評価につながったと言われています。この形状は今もなおワイヤレス版の AirPods に受け継がれています。そして皆さんもご存知かと思いますが、iPhone7 で充電端子がライトニングになったことによって、イヤホンジャックが廃止になって、ライトニング端子になりました。これについてはサードパーティー製のイヤホンが使えなくなったという点で賛否両論がありましたが、ライトニングの変換端子も同梱されており、その問題はクリアされています。つまり歴代の iPhone シリーズに言えることは、イヤホンは絶対に同梱されてきたという事実です。つまり僕としてはまずお伝えしたいのは、 iPhone 12には絶対にイヤホンは付属するということ、そしてそれはイヤーポッズであるということを予測しておきます。なぜなら今回も iPhone 12の端子はライトニング端子だからです。なので消去法でいくなら、 iPhone 12にイヤホンが同梱されないという予測は考えにくいかなと僕は思います。そのような予測もあって、 AirPods かそれともイヤーポッズか、 iPhone 12を購入する人は選べるというリークが出てきております。どちらを選ぶかということについて、そもそも考えてほしいことがあります。AirPods の第3世代と言われる新しい新型の AirPods が2020年の5月もしくは6月に発売される、または2021年になるとの発売予測が出ていますが、それらを横に置いといたとしても、iPhone 12への AirPods の同梱もしくは選択肢としては、難しいように感じます。あるメディアでは iPhone 12を買ったら AirPods が安く買える可能性を示唆していました。僕ももちろんそれは大賛成ですし、そうなればいいとは思います。しかし Apple がそれほどまでに大盤振る舞いするとは僕には思えません。まあ、年始のセールでさえ2000円とか3000円オフぐらいがザラで、まあ、数万円単位でのビッグセールは行えません。まあ、理由は簡単ですが、ブランド価値を下げないためです。これは大手ブランドの、まあ、グッチの販売戦略などにも似ています。だからこそ中古品であってもそれほど値崩れしないというのがアップル製品の特徴でもあります。まあ、そんなあくまでも高級志向のアップルが現行ラインナップとして税込みにすれば、まあ約2万円ほどする AirPods を同梱するとは思えませんし、それを iPhone 12を買った方限定で半額にするとも思えません。要は AirPods かそれともイヤーポッズかの選択肢があるにせよ、 iPhone 12の購入金額にプラス1万5000円くらいは上乗せされると思いますので、もし iPhone 12 mini の予想価格である649ドルに AirPods の価格を上乗せしたら約800ドル近くになる計算になります。さらに iPhone 12にもし AirPods を同梱させるとしても、パッケージサイズやデザインまで変えるかなと僕は
疑問に思います。 iPhone SE 第2世代のように iPhone 8の筐体をほぼそのまま使うというコスト重視の販売戦略も行う企業が在庫管理のリスクを覚悟で AirPods 同梱版の iPhone 12、 もしくは EarPods 同梱版の iPhone 12、 それらのパッケージを作るのかなと僕は疑問に思いますし、なかなか厳しいようにも感じます。つまりこれらの話をまとめますと、 iPhone 12には EarPods が同梱されます。しかしそれはパッケージデザインを変えてまで AirPods にはしないということ。もしかしたら AirPods という選択肢もありえますが、それは iPhone 12の購入者限定の割引であるものの、それだけ価格が上がることになります。しかも約2万円近くする AirPods が半額になることはないと思いますので、それなりの金額で販売されることになります。ただジョン・プロスター氏が予測する AirPods 第3世代の販売価格が1万円前後であるなら、 iPhone 12の発売と同時に iPhone 専用のワイヤレスイヤホンの AirPods としてはかなり需要は高くなると思います。その1万円前後の AirPods 第3世代が例えば2000円から3000円割引で買えるのであれば、それは買う価値もあるかなと思います。はい、ということで iPhone 12に同梱されるイヤホンについてのリーク情報をお届けいたしました。そして今回ご紹介した内容は僕が運営するブログにも文章で書いていますので、こちらからもしくは概要欄にリンクを貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今後もこのチャンネルでは iPhone 12の最新情報や Apple に関してのリーク情報をお届けしていきますので、ぜひチェックしてみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございます。はい、ではまた次回の動画で。